緑のペンライトをね灯してくれるよって方がいてくれたら嬉しいです。こんばんは、皆さんこんばんは。あら、もうメンバー出たっけって。まあ一応来たらいいことありますよっていう、来たら会えますよっていう感じですね。ここに来てくれたかと。私がしっかりと27日まで健康であれば、27日12月ぶりですね。そう、いろいろ僕隊のシンポジオ、僕隊の方に専念していたので、チャートリとしての出演は12月ぶりになってしまったんですけど、12月ぶりに12月ぶりにとなります。なので会いに来てください。オラに力を分けてくれ、オラに。チューンチュチュンチュンチュクチューンチュチュン、遠くからエール送るよってありがとう。これないよって方は絶対配信を見てください。絶対配信を見てお話し会で感想を伝えに来てください。尊い、ありがとう。いいね、ありがとうございます。私チャートリのポジションどっちが多いっけな、どっちが多いだろうか、どっちが多いかな。でもなんかそうだな、どうだろう、神手かな。あ、そうそう、27日にチャートリ公演があるんですけど、申し込んだらいいことあるよっていうことです。申し込んだらいいことあるよっていう話です。配信決まったけど会場に来てくれたらいいことあるよみたいな、会えるかもよみたいな。神手かな、神手だと思う。月影さん、だるまさん、ありがとうございます。けんけんさん、イエロー&グリーンだるま、ありがとうございます。天下がさん、尊い、ありがとう。わさしでもろくさん、かわいい、ありがとう。月影さん、ソフトクリーム、お疲れ、ありがとう。そうですね、上手に座ったら結構チャンスあるって感じ。って感じ。でもなんかね、配信がない日の公演もなんか配信だけっていうあれもいいです。配信見てももちろんいいことあります。
くしゃみ出そう。配信ない時のトークがたまにぶっ飛んでる日あるからって配信確かにねぶっ飛んでるかも。金曜日にクワトロなっちゃん広島で会えるやん。そう、広島で楽しんで帰ってほしい。久しぶりに来てみたらいつも通り可愛くて尊い。ありがとう、ありがとうだよ。なんてくしゃみしないからレアだって。そう、私のことを噂してるでしょ。今日さ、いつもの携帯の方でさ、配信してるからあれなんだよね、時間が分かんないんだよね。だからタイムキーパーよろしく。みんななおじさんになって、30分になったら教えてほしい。とりあえずお見送りあるかな、どうなんだろう。クワトロでお見送りまだやったことないからね、やってみたい、やってみたさはある。あ、14分な、ありがとう。14分か、早いな、もうそんなに。え、違う、なっちゃんブルーヘア、髪の毛青く見える？どうやろう、黒。でもなんか確かになんかフィルターかかってんのかもしれない。なんかこの前いろいろいじったけん、フィルタープチプチプチって。ニューレイブプロジェクト公演の初回だけクワトロお見送りやった。どういう形でやったんだろう。おー、クレセイジンさん500回訪問ありがとうございます。祝500回。私やっぱなんか黒い服似合う。私黒服似合う、もしかして、ハッシュタグもしかして黒い服似合う。ドリンク受け取る場所か。あ、もう私、そう、私今までさクワトロ入ったことなかった、なんて言うんだろう、客席側、そう入ったことなかったからさ、わかんなかった。あら、そう、あれなんだけど、ドリンク受け取る場所わかるよ。もう一回外側から体験するとわかる。あ、成人式の時もお見送りあったんだ。へえ。ドリンクのとこですか。誰もがなっちゃんの髪の色を青く見える。本当に青く見える。まあ、見えなくもないけど。ぷぷぷ。お、15分。ありがとうございます。15分経過。サイレントケンジさん、ハートありがとうございます。ハート、パン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 。確かに青っぽく見える、よくない？青髪、青髪ってかっこいいじゃん。でも普通に髪の毛地毛の黒って感じ、ナチュラルな、かっこいいじゃん。ラブ&ベリーじゃん。ラブ&ベリーです、ベリーです。こんばんは。お見送りね、そうね、お見送り、お見送りなんかできると私たち的にもなんかこう、なんかレスをさ遅れた、みんな、私はもうなっちゃん推しの方は皆さんにはレスを送るんですけど、なんかこうなんて言うんだろう、他のファンの方とかともなんかこうね交流できるけん、なんかそれは良さではあるかもしれない。
それでそれを機にね、気になってくれた方とかね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないから。みちゃさん食べてありがとう。あ、この服かわいい、ありがとう。なんかね、じゃん、シフォン。そうそう、改めて、あ、何々さん今日来てくれたんやっていうのがね、おさらいできる。そうそうそう、おさらいというか、ありがとうってなる。なっちゃんの足は可愛くて、ありがとう。お見送りで他の子気にならないようにするわ。絶対ならないけど、まあ、もちろんですよね。気になることはない。だって私渡辺だもん。渡辺だから一番最後だから、みんなの今までの記憶を消し去らせることができるので、渡辺なので。和なので、いつも一番最後にいるので最後の記憶になれます。そう、私で締め。そう、レースのカーディガンかわいいよね。オンリーワンなのです。え、私めっちゃそう、お見送りはみんなと目を合わせることを、目を合わせることを意識しているので、そう、時々さ、シャイなのかな、わかんないけど、目をね、目が合わん方がおるん。悲しくなるけん最後までちゃんと目見てね。最後なんか、その名前が最後であるからこその悩みでもあるかも。それはそれはそれで。そう、みんなの目をしっかり見てる。こんばんは、渡辺の特権です。目力強そうだね。強いですよ、この通り。そう、最後やけんしっかり見てな。絶対見るのよって。本当にそう、見るの、見てくれる、嬉しい。ギガが切れた、オーマイゴー、オーマイガーシュ、頑張れ携帯。お見送りではうっすうっすって会釈して、推しメンの前で笑顔になってからのうっすに戻るって。私にも笑顔見せてくださいよ。どんな遠くからでも見つけてくれそう。え、そうよ、私めっちゃ見つけるけんね。黄色と緑のペンライトもピカピカ光らせとってよ。私いつももう黄色と緑のペンライト持ってくれてる人は絶対に目合わせるけん。時たま黄色と緑のペンライト振ってくれとるけど、なんか違うところを見てるなみたいな、目合わんなってなる時あるけど、でもやっぱりなんかこう、私応援してるよってなんかこういろんななんかもので示してくれる方が好きですね。やっぱりなっちゃん推しを全面に出してくれる方が好きです。手が3本くらい欲しいです。手が3本ね、確かにあると嬉しいかも。お、訪問500回目完成度マキさん、ありがとうございます。すごい、今日たくさんいらっしゃる、記念日の方が、ありがとう。次は1000回目指して遊びに来てください。千手観音ぐらい、千手観音ってさ、手何個ついた、千か、千個。プレゼント送りますって、お、待ってる、楽しみにしてるね。そう、カーテンの前じゃない、今日はベッドの上です。なっちゃんと目を合わせたくなってきた。27日待ってるよ、ニヤニヤ。お見送りはないかもしれんけど、
えるよ。しっかりもういい感じにみんなできてるよ。どこ見たら訪問回数わかるの？え、どうなんだろう。なんかね、こう100回目の訪問とか2回目なんか望み2回目の訪問も表示されるんだけど、なんかそうなの。なんかね、表示されるんよ、なんか区切りがいい数字の方。100回とか、ぜひ100回目指して遊びに来て。27日メンバー発表されたの？されてはないですね。されてはないけど、まあ、レッスン頑張ってますよみたいなね。そう、最近ちょっとレッスンしてきましたよっていうことをね、ね、お伝えしておきます。27日、まあ、来てくれたらもしかしたらね、会えちゃうかもねみたいなね、もしかしたらというかねみたいな、会えちゃうかもねって感じなので、私も27日まで元気に過ごします。あ、そうなんや、累計ランキングに入ったら回数も表示されるんだって。チャートリさん、そう、私チャートリさんだからね。みんな忘れてるでしょ。ちょっとね、僕隊に専念していたのでね、チャートリさんがね、初日公演ぶりなんですよね。楽しみです。内緒の内緒です。待ってまーす。私が隣の席に座ってたり、いや、ステージにいるかもしれん。糸ちゃんはよく見に行ってたよーって。会いに来てください。また会いに来てください。新生の2期が加わってからの加わってからのチャートリもチャートリになりましたんで、大将に会ってみたい。待ってるよん、待ってるよん、会えるよん。フォローしました、ありがとうございます。そう、今日放送された熱血テレビのゆり、山口県で作られたユリがあるんですけど、そのユリを使ってフラワーアレンジメントを作ったんですけど、その作ったフラワーアレンジメントを送っていただけたみたいで、今事務所に届いたらしくて、そう、今マネージャーさんがね、枯れないように水をねあげてね、育ててくれてるらしいからね、私も早いうちに受け取りに行かなきゃいけない。そう、すごい綺麗な色でしょ。初見です、こんばんは。こんばんは、ひとみ先生さん。そうそう、成果です、もちろん。そう、見せよう、みんなに見せようって思うんじゃけどね、ちょっとね、どうじゃろう、綺麗な状態でお見せしたいです。そう、綺麗な状態でお見せできたら嬉しいです。そう、お花、お花いいよね。そうそう、ユリってね、香りがね強いんよ。でもね、その
山口県で作られてるプチシリーズのお花はユリ？プチシリーズっていうユリがあるんですけど、ユリのお花って結構こうお花自体がボンって大きいイメージがあるじゃないですか。そして香りが強いっていうイメージが皆さんあると思うんですけど、そう、そんなユリのイメージをこう変えるというか、そう、小さいお花で香りもあんまりしないようになんか改良されてるらしくて、そう、そうするとこうなんて言うんでしょう、リビングのなんかダイニングテーブルとかに飾ったりするときにも匂いが気にならずこう飾れたりとか、そうするっていう利点があったりして、すごくなんて言うんだろう、こう日常にこうお花が寄り添いやすいように改良されてるらしくて、すごくなんか優しさに詰まったお花なんですよ。そう、で名前もねすごくおしゃれで、プチ丸々っていう名前な、プチシリーズっていうのでプチなんとかっていうね、いろいろ花にあったなんかイメージのフランス語だったりとかが使われたお花の名前なんですよ。そう、え、そうそう、花のね品種改良ってめちゃめちゃ大変みたいで、そう、なんかさ、絵の具みたいにさ、絵の具みたいになんて言うんだろうな、こう例えば紫のお花を作りたいってなった時に青色と赤色の花を掛け合わせたら紫の花が誕生するっていう形ではないらしくて、なんかすごいそれにもなんかいろいろと工程を重ねて重ねて理想の色に近づけていくんだって。だからすごいなって思った。お花がさ、まさか山口県でね新しい品種が作られてると思ってなくて、私はびっくりした。すごくない？ジョージさん、え、かわいい。これはなんだ、チューリップ、ありがとう。そう、単純じゃないの。そう、すごいなって思った。お、31分ありがとうございます。てかすごいよね、もともとさ大きいお花が特徴的なユリを小さいお花でこうね品種を改良するってすごって思った。なっちゃんに一目惚れ？いや、キャキャ。すごい、山口県愛していただけたら嬉しいですね。え、そう、なんか言ってた、なんかこう花と花を掛け合わせてもなんか綺麗な花が咲か、なんか咲く場合もあれば咲かない時もあって、そのまた綺麗に咲いたお花をこう増殖させるっていうのも大変らしくて、深いなって思った。そう、でも本当になんかそういうさ、なんて言うんだろうこう研究してる方ってさ、方とかのお話を聞くとすごいなんか目をキラキラ、目がもうキラキラ輝いててさ、いや本当にお花のこと好きなんだなって思うし、なんか聞いてて私もすごい楽しくなるこんばんはそうそうそう、いろいろすごいよね。
やったやった、なんか DNA のね、そういうのも関係してくるのか。花が好きな人には悪い人はいない。いや本当に思う、なんか皆さん本当になんか優しくて、なんかやっぱり思った、それは本当に花が好きな方に悪い人はいないと思った。穏やかだった皆さんこんばんは。やば、お腹がめっちゃ消化活動が激しいですわ。お、ガチャがやっと届くって、おお、ガチャこんばんは。こんばんは。僕ドラえもん。お、届きましたか？届きましたか？主敵パーティー。動物好きも好き、あ間違えた、動物好きも悪い人いないって言うし、ほんとそれはそう。私動物も好きだしお花も好きだよ。はーい。いや、おしゃれかて、行きつけの花屋さんとかおしゃれかて。でも花屋さんしてみたい。なんかすごいフラワーアレンジメントやってみてさ、すごい楽しいなって思ったから、花屋さんしたい。そう、なっちゃんが好きな人にも悪い人はおらんけん、もうみんな模範的な行動をね取ってくださいだ誇れるような鏡ですから。そうだよ、なっちゃん好きの方は悪い人いないからで有名なので、私も堂々と言っちゃいます。ウケる、私は悪い人です。なんでそんなこと言うのそんなこと言うの、ダメでしょ、ダメでしょ。うんうんうん、犬に好かれる人は寂しい人って聞いたことあるって。へえ、じゃあお父さんは寂しくない人だ。もう今ねきなことねお父さんがねほんまに犬猿の仲ない面白いぐらいにさ、犬猿の中とはこういうもんじゃってね、そうなっとるにも少々。お父さん頑張れ、それな。そうそう、お主もなかなか悪いよのうてお父さん猿いやいやではない、お父さんは羊だし、羊です。でも全然羊じゃないです、ファービーです。お父さん空の妖精です。ファービーって確かお空から来た妖精で、そう。でも今思ったけどさ、なんで桃太郎の時はさ、桃太郎で鬼退治する時はさ、犬とさ猿ってさ、なんでさ鬼を倒すという目的に対してさこう一つになって頑張っとるのにさ、どこで犬猿の中っていうのは起きたんじゃろうか。うん、犬、羊、ヤギ、敵の敵は味方なんやで。あ、そういうこと？なんか深いような気がする。
私はタツなので最強です。口から火を吹けばどんな生き物よりも強いので、みんな私を怒らせないようにしてくださいねってタツって強くない？タツって一番強くない？ファーってやったらさ、もうみんなさ、もう虎でもさ立ち向かえんだよ。でも優しい心を持ったタツなので空も飛べちゃいますので。めっちゃ久々にこのアバター見た。どうも何それ、サマータイム。そうよ、めっちゃびっくりしそうだけど、そうよ、ひょーって。あれか、ドラゴンボールか。玉を7つ集めたので願い事叶えてください。願い事を叶えてやろう。いや私ね、あのね、なんかね、眠気がね来るとね、だんだん舌足らずになってくるんよね。喋ることをね、多分ね、だんだん眠いけんね、まず最初に喋ることを放棄 し始めるんよね。なっちゃんと結婚22時40分な、ありがとう。ねあのこの干支の文化ってさ、日本だけ？そう、今めっちゃ気になった。そう、ねむねむにゃんこです。今日は食べました、豆ご飯。お久しぶり大根、ちょっとおもろ。あ、そうなんだ、ちょっとどころじゃない、おもろいな。お久しぶり大根、ブレ大根ってさ、ちょっと渋いやん。なんかそれいいな、みんなも使おうぜ。お久しぶり大根、ギリギリに触れないようにします。それが一番安全かも。東南アジア、あ、東南アジアなんだ、へえ。じゃあいろいろ、じゃあさ、海外でさ、my eto is dragon って言ったら通じるんか。しかもちゃんと一緒なのかな、周期的にも。2022年生まれは最強のなんか虎年な、何それ。2000年は2000年のタツは、はあ、そういう、あ、そういうこと。鬼門とその反対になるのが桃太郎の仲間ってことか。鳥年ってあるもんね。え、鳥年ってあるよね。あるあるある。2000年のタツ強そうよね。日本以外はでは少し違ったり、あ、イノシシじゃなくて豚とか、へえ。イノシシじゃなくて豚か。でもちょっとつ盲信って言葉あるけん、なんかイノシシでもええのにな。羊が山羊、何それ、山羊って何。この間の写真会ありがとう、ありがとう、楽しかったね。ミレニアムドラゴン、ええ山羊、えヨギって、えヨギってそうやって書くんだ、やえヨギって山羊って書くん、漢字知らんかったんやけど。そうなの、フフフ、え、日本でそう、え、そうなの、知らにゃかった。
知らなかった。え、そうなの？イノシシの先祖って豚なんだ。めえ。ブラジルの人元気ですか？元気だーす。トゥルル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 トゥルルルルルルル。サバ。いて座です。あ、逆なの？え？逆なの？あ、そういうこと？豚の先祖がイノシシってことか。 Yes Yes 私は走り出す最後のチャンスだ。トゥ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 。じゃあ飛べない豚はただのイノシシやん。へえ。でも似てるもんね。なんか毛が長かったら。豚さんもイノシシになりそうだし。 What time is it now? What time is it now? なんかさ、イノシシのさ毛をさ買ってあげたら豚になりそうだもんね。豚さんになりそうだ。あれでも牙生えてるっけ、イノシシって。45分。じゃあ45分になったので今日は配信を終了しましょうかね。では皆さん、今日も配信を見に来てくれてありがとう。壇上を読み上げたいと思います。13位ヨシさん、ありがとうございます。12位ジンジンさん、ありがとうございます。11位カルカンさん、ありがとうございます。10位フーちゃんさん、ありがとうございます。9位イレブンさん、ありがとうございます。8位シゲさん、ありがとうございます。7位ジドクさん、ありがとうございます。6位西村さん、ありがとうございます。5位リチャさん、ありがとうございます。4位ケンジさん、ありがとうございます。3位月影さん、ありがとうございます。2位天下海さん、ありがとうございます。そして第1位ケンケンさん、ありがとうございます。皆さん、今日も配信を見に来てくれてありがとうございます。また明日の配信でも会いましょう。見に来てください。明日の配信でも会いましょう。見に来てください。またね、今日放送された熱血テレビでの STU48 の山口旅のロケは TVer さんで後日配信されますので、また配信が始まったら SNS でね、また私がお知らせしますので、皆様山口県外にお住まいの方はもう少々お待ちくださいませ。では、今日も皆様ありがとうございました。配信最後のあっち向いてほい、いきますよ。せーの、あっち向いてほい、上だよ。では、今日も一日ありがとうございます。ほいやー、また明日ねー。